皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日は、Vlog でとある商品をご紹介したいと思います。まあ、とあると言いながら、もうすでにカメラには映っているんですけれども、不二家の、ルックチョコレートですね。それの、最新なのかな、ルック4というチョコレートになります。この商品を待ってたという感じですね、私は。こちらをご紹介していきたいと思います。さくやずチャンネル始まるよ。そもそもチョコレートに含まれるカカオという豆にはカカオポリフェノールというものが含まれています。ポリフェノールというのはよく聞いたことがあると思うんですけれども、よく知られているのは赤ワインですね。あとブルーベリーとかリンゴ、コーヒーなんかにも含まれています。チョコレートを、まあ、ダークチョコレートとして考えた場合、このポリフェノールの含有率というのがリンゴが220に対してダークチョコレートは840と約4倍含有をしているということになります。で、このポリフェノールってじゃあどんな効果があるのっていうことなんですけれども、例えば一つが、血圧を下げる効果があります。それからコレステロールが酸化をすることによって、よく活性酸素って聞かれると思うんですけれども、活性酸素っていうものをによってコレステロールが酸化をしてしまうんですね。で、その酸化したコレステロールというのがいわゆる動脈硬化を引き起こす原因となっているということは知られています。で、この悪玉コレステロールを下げて善玉コレステロールを増やすという効果もあります。そして、カカオポリフェノールというのは難消化性、つまり消化しづらい、成分でできてますので、便通の、ね、改善にもいいですし、活性酸素を抑える働きがありますので、美容といった面でも効果が期待できます。ここまで聞くとチョコレートめちゃくちゃ食べたいなって思うじゃないですか。ここからが問題なんですよ。カカオというのは、本来は豆です。なのでコーヒー豆がねそのまま入ったチョコレートとかお菓子を食べたことがある人はいらっしゃるかもしれないんですけれども、苦くて食べれたもんじゃないんですよ。そこにミルクとかお砂糖とかを入れてチョコレートという形で売られてるんですね。だからなるべくカカオの成分が高い、カカオ濃度が高いチョコレートをお選びになるということが重要なんですけれども、じゃあそれって何パーセントなのということなんですが、以前テレビで実験をしていたんですけれども、その研究の結果によると、70% 以上のものがいいとされています。で、高ければいいというものではなくてですね、今世の中には 90% 台のハイカカオチョコレートといいますけれども、70% 以上のチョコレートを、売っている市場が、だんだん拡大してきています。普段ね、板チョコとかで売られてるものっていうのはもうね 40% とか、20% とかになりますね。ミルクっていうのは大体 20-30% ぐらい、まあ、会社によって違うんですけれども、でビターと言われて売られてるもので 40% ぐらいなので、70% 以上というのが、まあ、どれほどのものかということは、お分かりいただけるかなと思います。で、話が長くなってしまいましたけれども、明治の、チョコレート効果ってありますよね。あれも 72% と 80%何と 94% か 95% か出てるんですけれども、まあ、72% のものをお取りになるのがいいんじゃないかなとは思います。そこでこのルックなんですけれども、まあ、ハイカカオがね体にいいってことをご存知で、すでにそのチョコレート効果であったりとか 70% 以上のものチョコレートを日頃から口にされている方は全然いいんですけれども、カカオがねどんどん増えていくと味ってどういうふうに変わっていくのか、もちろんカカオの原産国、それから発酵の仕方とかによって酸味が立ったり香りが立ったり、いろいろなチョコレートが楽しめるんですけれども、まあ、そこまで言わなくてもですね、こちらのルック4が、ミルク 27%、ビターが 40%、ダーク 55%、そしてハイカカオ 70% の4種類の味が、この1箱で楽しめるという風になっています。私、ルックのチョコレートをあんまり普段買わないんですけれども、これはすごくそのハイカカオ
が苦手なんだけれども、あるいはハイカカオに興味があるんだけれども、普段のチョコレートとどのぐらい違うのっていうことをこう楽しむためには、あるいは知るためにはすごくいいチョコレートじゃないかなと思って今日買ってきました。ちょっと中身開けますね。で、まあチョコレートがいいと、で 70% 以上のものがいいということはお分かりいただけたと思うんですけれども、かといって脂肪分もございます。カカオバターとかね。なので、取りすぎればいいというものではなくて、だいたいチョコレート効果のあの薄いやつ、まあ今日はルック4なので、これで言うと3粒、4粒ぐらいが限界ですね、1日で。うん。でもそのぐらいを取るといいというふうに言われています。中身はこんな感じですね。おそらくこれがチョコに書かれているのかなと思うんですけど、ちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。ミルクは明らかに色が薄いの分かりますかね。ただ、ビターからハイカカオ、あ、でもハイカカオだけやっぱりちょっと黒めですかね。分かりますかね。うん。真ん中はね、40% と 50%、ビターとダークは、あんまり色味として違いは分からないですかね。で、ちゃんと分かるように、こう、記号が描かれてますね。これはね、すごくいいと思います。で、私はね、結構もう何年も前にそれをテレビで見てからハイカカオチョコレートを結構食べるようにもなっていて、酸味にも慣れてきたんですけれども、いろいろな会社の、ハイカカオチョコレートを食べると、まあ酸味、先ほども言いましたけど酸味が強いものだったりとか、香りが立ってるものであったり、あるいは苦味が強いけどコク味がすごくあるものだったりとか、あのいろいろと楽しめるので、ぜひあのチョコレートを、まあね、チョコレートのシーズンというと2月なんですけれども、力ね、入るものってすごく健康に大きく関わるものなので、ぜひ、あの、おやつにチョコレートを選びたいっていう時には、あの、70% 以上のものっていうのを心がけていただければいいんじゃないかなと思いましたし、70% 以上のものを召し上がってない方には、このルック4から入っていただくと、すごく導入として入りやすいんじゃないかなと思って、今日はご紹介させていただきました。はい、よろしければぜひ、チェックしてみてください。今日はルック4の新商品ですね、4種類のカカオ含有率のチョコレートが楽しめるというものをご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。